大切なのは運用の目的や目標、どれくらいのリスクを取れるかなどを踏まえ、自分に合った資産運用を続けることです。皆さんこんにちは。ウェルスナビ株式会社の佐藤です。2024年1月からの新NISAでは、非課税で投資できる金額が年間360万円、生涯では1800万円に拡大されました。この非課税メリットをできるだけ享受するにはどうすればよいのか、今回は新NISAに対応したおまかせNISAでこの非課税枠をフル活用する方法をご紹介します。まずお伝えしたいのは制度のお話です。新NISAで1800万円という生涯の非課税枠を使い切るには、制度上積み立て投資が必要になります。新NISAには一つのNISA口座の中に積み立て投資枠と成長投資枠という2つの非課税枠があり、併用することができます。年間の非課税枠のうち3分の2にあたる240万円の成長投資枠は、一括でも積み立て投資でも利用できます。しかし残りの3分の1、120万円の積み立て投資枠は積み立て投資のみ利用が可能です。生涯の非課税枠も全体の3分の2にあたる1200万円までは一括でも積み立てでも利用できますが、3分の1の600万円は積み立て投資枠の専用、つまり積み立て投資のみが利用できる仕組みです。したがって新NISAの非課税枠をフル活用したい方は積み立て投資が必要になります。次におまかせNISAではどうすれば1800万円の非課税枠をフル活用できるかをご紹介します。まずおまかせNISAを利用するにあたり、皆様には5つのリスク許容度のうち1つを選んでいただきます。その上でリスク許容度が4または5で自動積み立ての入金をした場合、ちょうど1800万円の入金で生涯の非課税枠をできるだけ使い切るように購入します。おまかせNISAの自動積み立てでは最適な資産のバランスを実現するため、リスク許容度ごとに定めた割合で積み立て投資枠と成長投資枠の両方で資産を購入します。積み立て投資枠だけを指定して取引することはできません。具体的にはリスク許容度4または5のお客様が自動積み立てで毎月10万円を入金したら、3分の1の 3.3 万円は積み立て投資枠で、3分の2の 6.7 万円は成長投資枠で資産を購入します。年間では120万円分の非課税枠を使う計算となります。これを翌年以降も続けていただいた場合、15年かけて生涯の非課税枠1800万円をできるだけ使い切るように購入します。ちなみにおまかせNISAではどうすれば最短で非課税枠を使い切れますかとの質問をよくいただきますが、答えはリスク許容度4または5で毎月30万円を自動積み立てで入金することです。毎月30万円を自動積み立てで入金すると、3分の1の10万円は積み立て投資枠で、残りの3分の2の20万円は成長投資枠で資産を購入します。年間では非課税枠の上限である360万円を利用することになり、これを5年続けていただければ生涯の非課税枠1800万円をできるだけ使い切るように購入します。この5年は新NISAの制度上最短の期間となります。一方リスク許容度が1、2、3の方、あるいは自動積み立ての設定をされていない方は、1800万円を入金いただいても全てが非課税枠に回らず、通常の口座でも資産を購入します。例えばリスク許容度4または5の方で、最初に240万円を一括投資し、その後に10万円を自動積み立てしたケースを見てみましょう。最初に年間の成長投資枠の上限である240万円が先に埋まったため、自動積み立てでの入金は積み立て投資枠と通常の口座に振り分けられることになります。せっかくならNISAの非課税枠を余すことなく活用したいという方は多いでしょう。その方法の一つとして今後買い直し機能を強化していく方針です。
まずは通常の口座から成長投資枠に買い直す機能を提供中です。また時期は未定ですが、積立投資枠へ定期定額で買い直す機能の提供も検討しており、非課税枠をより効果的に活用できるよう取り組んでまいります。もう一つ、リスク許容度が1、2、3の場合に自動積立だけで入金したケースも見てみましょう。自動積立では最適な資産配分を実現するため、リスク許容度ごとに定めた割合で積立投資枠と成長投資枠の両方で資産を購入します。入金した1800万円をすべて非課税枠に振り分けるには、積立投資枠に1/3、成長投資枠に2/3の割合で自動積立を続けていくことが必要ですが、ご覧の通りリスク許容度1から3の場合には成長投資枠に配分される割合がより大きくなります。つまり成長投資枠の方が積立投資枠よりも先に上限に達するということです。そのため成長投資枠が埋まった後の自動積立は積立投資枠と通常の口座に振り分けられる。つまり一定部分は通常の口座でも資産を購入することになります。新NISAの非課税枠は大きな魅力です。だからこそ注意したい点もあります。それは非課税枠を使い切ることは資産運用で最優先にすべきことではないという点です。例えばリスク許容度1の方が非課税枠をもっと効率的に活用したいと考え、リスク許容度5に変更したとします。本来この方には安定志向の資産運用がふさわしいはずですが、リスク許容度5ではリスクを取りすぎてしまう可能性があります。大切なのは運用の目的や目標、どれくらいのリスクを取れるかなどを踏まえ、自分に合った資産運用を続けることです。新NISAを活用するにあたり、このような前提というのを改めて意識しておきましょう。